最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて、学校は普通の日本の学校に通ってたので、みんなとコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて、自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。自分は나는最初최초日本に일본へ来た時に왔을때全然전혀日本語が일본어가書けなく쓸 수 없고 話せなくて 말을 못해서 自分は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて君は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて君は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて学校は普通の日本学校は학교는普通보통日本の学校に일본의학교에通っていたので다니고있었기때문에学校は普通の日本の学校に通ってたのでみんな学校は普通の日本の学校に通ってたのでみんな学校は普通の日本の学校に通ってたのでみんなとコミュニケーションみんなと모두와コミュニケーションがコミュニケーションに取れなかったのが취할수없었던것이すごく悔しくて너무억울해서みんなとコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて自分とコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて自分とコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて自分で努力して自分で스스로努力して努力해서毎日勉強して매일공부하고喋れるようになりました。말할수있게되었습니다。自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。自分は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて学校は普通の日本の学校に通ってたのでみんなとコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。시청해주셔서감사합니다。